ね、今日せっかくだからさ、クソデカスバルにしようかな。クソデカスバル放送にしていい？で、めんどくさいからやめた。そう、それで、なんか似てるねって言われて、えへへへへってなってました。で、しかもさ、なんかその後にね、なんかみんなで、みんなでね、買い物をね、ちょっとウィンドウショッピングをね、しに行ったんだけど、なんかね、すごいね、トアがね、おしゃれなね、なんかおしゃれっていうか、かわいいトアに似合いそうな、トアおしゃれじゃん。そうだから、なんかトアが、なんかね、服をね、見たいって言って、服を見に行ったんだけど、なんかさ、トアさ、その、堂々としてたらさ、もうすっごいさ、なんかもう、トア、スタイルいいしさ、普段着もへそ出しとかじゃん。だからもう、堂々としてればいいんだけどさ、トアさ、もう店員さんがさ、スッて来た瞬間に、あってな。なんでさ、でさ、とはそれ試着した方がいいんじゃない、やっぱり買う前に。そう、とはそれ試着した方がいいよ、やっぱ買う前にさって、あってなんでさ、でしかもさ、そのままさ、なんかさ、とはがさ、試着室みたいなとこに連れてかれたんだけどさ、もうとはさ、話しかけられた瞬間めちゃめちゃ猫背になっちゃってさ、で、しかもさ、そのままさ、その連れてかれたさ、試着室がさ、なんかデザインが、試着室の感じが普通じゃなくて、なんか、コンテナみたいな、なんか、描写曰く、襖のドアって言われてたんだけど、スバルには、コンテナ線のコンテナにしか見えなくて、なんか、トアがさ、すごいさ、背中丸めて猫背になりながら、あって言いながらさ、コンテナの中に収容されていくようにしか見えなくて。ドアーって言って、ドアお前大丈夫かーって言って、そう、でもなんかね、すごくね、似合っててハッピーだった。そう、なんかコンテナの中にね、トアがね、収容されていってしまった。でもね、なんかね、すごいね、可愛かった、似合ってたし、しまっちゃおうねーって言って、店員さんもさ、すごくお似合いですよって褒めてくれてるんだけど、もうとはさ、あってこと、はって、あんなに店の、ま、店入るまでお前意気揚々だったじゃねえかってなって、そう、なんかでも可愛かった、そんなとはが、そう、とは可愛かったです。そう、なんかでもさ、でも確かにさ、店員さんってさ、ちょっと圧あるよね。いや、スバルも店員からの圧は感じるときある。なんかさ、やつらはさ、やつらとか言うとあれだけど、店員さんたちはさ、こう、伺ってるよね。こいつら、本当にそれ買うんかみたいなさ、で、なんか手に取った瞬間、はっ買うんだーと思ってさ、ダダダダダダダ察知能力がすごいよな。あ、なんか、忍びとか向いてると思うし。忍びとか向いてると思いました、スバルは。そう、あとは、っていうね、ことがね、あったんですよ。まあでも楽しかったなぁ。